じゃあもう次入ってきたらさ、うん、はい、びっくりした、ちょっとでかない、びっくりした、俺一瞬トミーズのマサさん入ってきたんだからマサさんサイズ見たら多分マサって書いてなかった、マサって書いてMS って書いてた、 MBS マサさん、 MS とか、あ、MS MBS、MS って書いてマサさん、そうむちゃくちゃでかい、それサイズ、サイズなの、彼氏に乗り入れ来たむちゃくちゃでかい、これはでか XL、 でもこのサイズも、このサイズもありますっていうのがわかりやすいじゃん、ゆすりサイズいいやん、サイズこれめちゃくちゃでかい、むちゃくちゃでかい、女子、子供やったらこれワンピースできると思うわ、あ、それだけで、うん、確かに、だからちょっと大きい人も着たいって言うし、柄も全然着れる、柄もええやん、これこれほら、うん、触ったらこれ立体的になってんの、うん、あの立体になってんの、うん、同じこと言ってるどうやってあれまた言ってやる、ちょっとね、どうした、何すんの、アップルトゥーアップルっていうなんか、あ、知ってる知ってる、あ、知ってる、あ、そうなの、アップルトゥーアップル、うん、有名有名、あ、マジでめちゃくちゃ有名、あ、俺全然知らんかった、これがバズりまくってるやつや、あ、そうなの、あ、よし、知ってるこれをバズってへん有名よ、アップルトゥーアップル、あ、そうなの、アップル通信が出してるやつ、アップル通信やったらすごいエロ本のやつやアップル通信がアップル通信がカードゲーム出してるそれってセクシー女優さんのなんか写真とかアップル通信が出してるやつじゃないの、アップルトゥーアップル、なんていうやろ、髪の毛と下の子、そう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 、なんか形容詞と名詞が書かれてて、うん、あのゲーム、カードゲーム、まあ出していくみたいな、うん、でっていうやつらしいんやけど、それをちょっとね、まあ、そのままのルールよりはちょっと変えて、福田さんに、判定してくれるってこと、うん、福田さんになんかまず形容詞を出してもらって、うん、でそれに見合う名詞を我々が、うん、出して、うん、なるほど、で福田さんに判定してもらってどっちが良かったか、なるほど、で良かった方のカードを減らしていく、なるほどなるほど、だから福田さん判定で亡くなった方の価値、なるほどっていうやつをちょっと福田さん書こうとしてるこの他のチャンネルがさ美人版みたいにたまに使ったりするやんか、でも福田さん目当てで見る男子もいるかもいいですか、ね、ちょっとダイヤのチャンネルのいいですか、福田さんね、すいませんね、福田ルリコと、ルリコはいい名前ですね、どういう字を書くんですか、ルリ色のルーに、はい、あとはリシ乃木編の、はいはい、ルリコ、ルリコ、はい、で子供の子で、はい、なるほど、なるほど、おいくつなんですか、26、あ、めちゃくちゃ若いやんか、ちょっとね、ダイヤちゃんのマドンナとしてねちょっとね、ほんまにあるからね、そういうの顔出しはまた今度にしましょうね、はい、なんかもしあれやったら今度ドライブしながら喋るシンゴのやつやちょっとじゃあカードをちょっとじゃあ配るわ、オッケーオッケー、じゃあね、先先なくなった方が勝ち、勝ち、ほんで何かもらえるんですか、1枚1枚まず置いてるのか、それもフリーオールマイティ、もうそれない、もうなくなってくるやん、なるほどなるほど、ほんならそれに自分で書いてオッケー出す、なるほどなるほど、オッケー、いいよ、ちなみに今お二人カードを見てどうですか、そのいい、あ、なんかいい感じだと思う、強い強い強い、うん、確かになんかこれだけ出しても良さそうなやつあるじゃあちょっと髪の毛の問題や、福田さんにじゃあ髪の毛、いいですか、形容詞をいただいて、福田瑠璃子さんに、はい、こちらです、ダサい、はい、ダサい、ダサい、ダサい、むずある、なんかダサい、ダサい難しいね、意外と、そうやな、やめダサい何やねんダサいやめとく一回、いや、それやめるとかないやん、それ一回も出してないいくぞ、うん、津田さんからじゃあ行きましょうか、よし、ダサい、ダサいおじさんそういうもんやん
ダサいおじさん。こう六つ。ザ。はい。はい。ダサい。忍者。こういうもんやな。こういうもん。福田さんどっち？難しいけど、ゆうすけさん。ありがとうございます。なんで？ちょっと想像したくなる。ダサい忍者はね、ダサいおじさんやっぱ普通やからさ、だいたいそうやね。あ、だいたいそうやね。ある意味、ちょっと面白くする感じだったよな。最初に言ったやつ。一番なんかしっくりするやつ探して、しっかり、しっかり理解しておじさんって出した。松田さんはそのカード戻さなかった。うん、なんか外してるやん。あ、そっか、なくなったら勝ちね。オッケーオッケー、いいよ。次の問題は福田さん、はい、セクシー。セクシー、セクシー、セクシー、いいやん、いいやん、うん、僕から行きますよ。僕から言っていいの？セクシー銀行員。ちょっと、うん、いいやん。はい、セクシービル・ゲイツ。どっちですか、福田さん？津田さん。やだ。あと9枚。はい、はい、次は頑張り屋な。むずっ。うわ、ええのないな。こういう時に自分のカードを作ったりするんだよな。でも一回、そうか、一回出してるやつとかもバレてるわけやもんね。せやねん、それで負けたやつは。せやねん。うん、頑張りやな、頑張りやな、日本人。次やめようか。あの、出した後の死に耐えられへんのか。これも、俺だってもおもろおもろない。あの、あと9回やるんや。福田さん、5倍に減らさへん。特別ルールっていうか。ちょっと俺は出すわ。頑張り屋な、うん、ブラッド・ピット。ちょっとさ。ごめんせ。どっちですか、福田さん？ゆうすけさん。チェップ、どこやろ、どう考えたら。お願いします。はい、影響力のある。影響力のあるおじさん。影響力のあるスーパーモデル。オッケーオッケー、まだまだいける俺。どっちこれ、どっち、皆さん。津田さん。あ、ちょっとその沈黙に耐えれんくなったら、そのなんでそれ出したかご説明して。恥ずかしすぎる。そうっすよね。行こう。男らしい。これ本来は、つながったら勝ちってことでしょ、本来は。男らしい、私のファーストキス。やべ。いや、そういうのはもうありやと思って。いやいや、ちょっと一回言ってみよう。男らしいオタク。リーゼントでね。ヒゲ生やしてムキムキの。だいぶ説明ムキムキのやつね。説明がだいぶちょっと色黒でエグザイルみたいな。でもすごいオタク。でもバンダナとかして。ありがとうございます。スピーディーガンジー。ゆっくりじゃなくて、すごい速くね、すごい走り回ってる感じです。はい、さあ、スピーディーマドンナ。このなんやろ、あ、めっちゃなんか早く歌っ、めっちゃ早く歌ってはる。でダンスもなんかすごい早いダンスしてる。早っ。どっちですか、津田さんで。あ、出す。これで、うん、同点で終わりか。いい戦いやな。
いやいや、もうちょっといける。いける？いけるいける。もうどうしても無理ってなったら、あのちょっとゆっくり手挙げてくれたら。いける。ゾッとす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 るジェームス・ディーン。なんかずっとなんかびっくりした、何歳かずっとびっくりしたみたいな顔してんの。アイカット、ジェームスさんずっとさっきからびっくりしたみたいな顔してる。なんかゾッとしたみたいな顔してる。どっちだ、びっくりしたって。ずっと びっくりしたよ、ゾッとしたみたいな顔してる。ゾッとびっくりした。それちょっとびっくりしてちょっとずっとびっくりしたからゾッとした顔してるから。どっち、理由なき反抗やから。どっち。ゾッとする、ゾッとする。私のファーストキス。感動。すごい、すごい変なおじさんと変なおじさんが追いかけてきて最終的にキスした。ぴったり思ってる。どっちですか。ゆうすけさん。もう負けた。まで。さあこれ乾杯や。2周やるぞ。いやいや、やばれやばれ、おじさん。これめちゃくちゃ高3。俺の負け。俺でもなんでやねん、次のなんかの対決の時俺絶対負けへんからな。次もこれやで。いや、俺ちょっとこんな悔しいことないで。ちょっとなんやねん。今回俺の乾杯ということで。え、よかったや。あの、何ゾッとする私のファーストキスとか。あれよかったよ。こんな、あ、なんかダサいおじさん、最初にダサいおじさんとか。これ、つわー、こんなゲームある、皆さん全員やってくださいよ、これ。なんやねん。もうやりたないの。いや、もうこの乾杯やもん。え、どこがやねん。逆転の願いないねん、これ以上やっても。どこがやねん。つわー、絶対次までやるぞ。あかん、まだまだやる。これは無理。またこれまたやりましょうや、いつか。もっとカード大きくしてくれたら映えると思うねん。これカードがちょっと小さいから、次の時はもっと大きめのカード用意してくれや。こんな高い。もう今考えたらもうマサさんがピークでした。絶対次負けずにさ。俺は戦いは始まったばかりだ。全然、なんでやめようとすんねん、強引に。高3 やめたい。一発書くやつだけやってみます。さっき書かしといてくれ。そやな、もうこれな。あ、オッケーです。確かに。それ受けて書くはもうハードル上がってるな。ただ単に上がってる。さっき書かしといて。これを次来たらそれを絶対出す。あと、そもう文句ばっかりやから。来たらそれを絶対出す。それやったら成立すると思う。オッケー、いいよ。いけた。いける？うん。いよいよ。福田さん、じゃあ髪の毛。はい。わがままな。わがままな。これから言っていい？うん。わがままな、おかん。だろうな。そう。でも、ある種でもそうだろうな。わがままな、トミーズマサ。いや、今日忘れてはるから。それやっぱりそのすごい大御所やから。これであって当然でもこうなるにはマスターの実力があったから。ほんまにもっと大きい T シャツないんか。赤い。判定してもらう。そうそう、ここまず判定してください。どっちが良かった、福田さん、津田さん。あ、おい、マスターさん知らん。マスターさん知らん。東京の人やから。登録者数が100万人いきますよね。よっしー。